どうも、西武、所沢車両チャンネルでございます。えー、今回はですね、小田急線のニュースでございます。えー、特急ロマンスカー VSE がですね、12月10日で完全引退することが決定したそうでございます。えー、小田急電鉄は白いロマンスカーとして多くのお客様にご愛顧いただいていた、その特急ロマンスカー VSE について、2023年、 12月10日のイベント運行をもって完全引退することを決定したそうでございます。で、最終到着地ももう発表されまして、成城学園前駅だそうでございます。で、その引退記念なんですが、 まず、インタ記念がその12月9日にですね、その、えー、と、8時40分第1回で、第2回が9時40分、第3回が10時40分で、第4回が11時40分集合の撮影会がやるそうでございます。そしてその、VSE のラストランである12月10日なんですけど、 なん、なんとですね、何回か分けてやるそうでございます。12月10日の開催は、第1回はですね、相模大野駅で中央改札口前で7時集合で、相模大野駅を8時10分頃発車して、片瀬の島を通って、唐木きまで行く、その11時35分着になるものだそうです。それでですね、第2回は、その開、 あ、カラキラ駅の改札前に11時20分集合で、その、カラキラ駅を12時半を発車して、新宿を通り、また折り返して、秦野まで行くっていう、15時50分頃着になるものになるそうです。そして、第3回。これが最後になるそうです。これはですね、あの、秦野、秦野が16時10分頃を発車して、箱根湯本駅を通り、 最後、成城学園前駅に到着するそうでございます。その成城学園前駅が8時頃に到着だそうです。この成城学園前駅をもってあの VSE の走行が終了という形になるそうでございます。まあ以下はこのような形ですね。 ついにですね、その、VSE がですね、もう、完全引退っていう形になりましたね。あの、最終到着地がですね、成城学園前なので、もう、多くのファン、もう絶対ここ来ますね、もう本当に。なので、ルール守って撮影してほしいですね、これはもう。あの、安全に、ね、本当に、トラブルないように、撮影してほしいところですね。これでね、あの、VSE ですけど、まあ、とりあえずね、あの、 エビナにあるそのロマンスカーミュージアムにね、保存する予定でもありますけど、まあ、どうするかって形ですかね。まあ私の予想としてはまあ、その VSE はロマンスカーミュージアムに保存してほしいっていう形ですね。うん。まあ今後の動きに注目したいところですね。ということで今回は、ね、その特急ロマンスカー VSE が12月10日で完全引退するというニュースでございました。 以上で終わりまーす。